どうもこんにちは、ナッチでございます。本日は4月の25日土曜日でございます。昨日ですね、いろんな情報が発表されまして、ゴールデンウィークのイベントとか、まあ、ガンホーコラボがね来ますよとか、いろんな発表があったんですけど、なんか村子さんが最後に明日も発表がありますよっていうねツイートをしまして、珍しいよね、土曜日に発表っていう、なかなかないパターンで、何を発表するのかなと思ったら、こちらねもう画面にも映ってますけど、スーパーゴッドフェスガチャ100回無料。はぁだよね。はぁって言葉が出ましたよ、まず。いや、すごいの来ましたね。無料ですよ、100回。月曜日。なんでも明後日ですね。月曜日の4時から5月11日、10日間でございます。ゴールデンウィーク特別企画。期間中にログインするとスーパーゴッドフェスガチャがゲーム内に届き、合計100回分無料で回すことができるぞと。さらにですよ。ノルザやアルジェというね、もう最近、先週追加されたキャラクターがなんと出ます。出ちゃいます。入ってます。そして全てレベル最大の状態で排出されますということらしいです。ラインナップご覧ください。もうほとんどのフェスゲンが入っております。ノルザ、アルジェ、メノワというね、もう最新のフェスゲンから、この前追加されたジライア、グランディス、ユーリ、もちろんファスカネルも入ってます。まあ、マジュももちろん入ってますし、最近強くなったこの竜頭シリーズも入っておりますよ。シリングフォードも入っております。ファガンもゼローグもいます。で、この家康とかも入ってて、もちろん星6フェス券も入ってて、すごいよね、もう情報量がね。最近進化した雨の港主も入っております。で、ちょっと嬉しい、この挑戦とかも入ってますね。ただ、この辺が覚醒じゃないんですよ。ここなんですよ。スーパーゴッドウェストと違うポイントが2つあって、まず、覚醒じゃないのと、プラスがついてこない。そうなんです。プラスがついてこないんです。だから僕的にはこれありなんだよね。僕は貴族生以外プラス振らないっていう、なんか個人的な縛りをやってるん で、僕的にはこのノルザとか、あとはシェリングフォードをついにゲットするチャンスかというところではあるんですけど、プラスがついてないことと、あとは覚醒で排出されないことには注意してくださいっていうのが、まあパッと見でわかる違いですね。まあ実質石1000個分ね、こう無料に見えるじゃないですか。でも多分ね、多分だよ、予想だけど、普通のスーパーゴッドフェスほどポロポロフェスゲームは出ないと思う。てか出たらやべえ。出たらそれこそ世紀末。なんで確率はね、多少下がってるかと思います。たまにあるじゃないですか。公式放送で誰々さんが勝利、スーパーゴッドフェスを配布しますっていうパターン。あれ実は確率違うんですよ。フェスゲームちょっと出にくくなってるんですよ。っていうことを明確に表記されていたことがあったんで、今回はまあ多分もう専用のガチャだからわかんないんだけど、ボロボロフェス券が出るかって言われたらそうじゃないと思うっていうのをちょっと一応ね。いや、わかんない。出るかもしんない。出たらすごいよ。まあ、ぜひね、この機会にちょっと引退していた方とかね、やってみてほしいですね。まあ、ガチャ引くだけでもいいんで。引くだけ楽しいじゃないですか。無料ね。1日10回引けますので、ぜひぜひ引いてみてほしいという感じですね。でもちろん現役パズドラーはね、このノルザ、アルジェ、メノワあたり最新キャラを狙っていきたいところではあると思います。で、昨日発表された情報もちょっと触れとこうかな。はい、こちら、チーリンドラゴンが登場ということで、これちょっとね、個人的には嬉しかったですね。三神と裏三神登場するんですけど、このなんとかドラゴンシリーズがね、好きなんですよ。パズル&ドラゴンズだからね、ドラゴン押してほしいよね。今回はチーリンドラゴン使って、指針の武器化が、されるということで、まあこのチーリンドラゴンの確率がどんなもんか分かんないんだけど、裏三振なんでね、劣化ほど厳しくないんで、劣化なのがやばいんだよな、イルミナはな。突然イベントのハードル上がったんだよな。なんでまあ今回はいろんな人がゲットできるイベントなんじゃないのかなと思うんですけど、まあ頂点生から進化ですから、めちゃくちゃ経験値が必要っていうのと、まあもちろんこの指針を使いますから、後悔しないようにっていうね。まあ一応武器なんで戻せるのかな。ただチーリンドラゴンの奇跡は使うんで、そこだけ後悔しないようにって感じです。でね、そう、このスキルがすごいのよ。これが確かね、9ターンぐらいで溜まって、1ターンの間3コンボか3プラス3秒延長プラス3食人っていうね、溜まった方が強いっていう、その指針の陣で見たら。まあ回復ないのは少し怖いんだけど、3コンボか3に3秒延長ってね、やりたい放題ですよね。しかもバインドとスキブがつくんで、これはね、指針余ってる方はぜひぜひ作りたいところですね。
これがシリーズ化していくんだったら、またこの超転生キャラをたくさん取っておかないといけない。やつが立ちはだかるんですよ。あいつそろそろダンジョンどっかで出さん。ライアドラゴンフルーツ三振におるでしょ。あいつも出そうよ。たまに。たまにでいいから。ちょっとこれメイメイの武器も絡んでるんで、僕もね、頑張ろうかなって思ってます。あとはガンコラですね。ガンコラがね、ちょっと気になったキャラクターちらっと紹介して終わりたいと思います。まずはね、ライザーが5ターンになったってとこですね。まあライザー最近使わないんだけど、ちょっと可能性はまた上がったかなっていう感じです。あとは新キャラがこの辺ですね。このツクヨミはね、ノルザと合わせたら強そうだなっていう。HP2 倍プラス軽減っていう。ちょっと倍率は低いんだけど、やっちゃってますね、これね。耐久力は凄まじいと思います。で、貴属性でとこのラファエルっていうキャラクターが追加されたんですが、なんかいまいちパッとしない。なんかね、あんま強そうじゃない。あとは闇属性にレギンレイブっていうキャラクターが追加されております。で、なんかこの辺のね、交換できない枠かな。多分星6なんで交換できない枠のこのウルド、ベルダンディ、スクルトっていうね。この辺が若干強いんですよ。ラファエルはちなみにダークカラーになると若干可能性を感じます。7×6 マスになって、HP1.5 倍で回復力も上がるんで、まあまあまあ。まあまあまあって感じ。76リーダーにしては高性能かなっていう感じになっております。で、ベルダンディたちが、ここで一回進化をして、さらにここから転生進化するんですね。で、ここまで来るともうさ、ウルドに関してはこれ星6じゃねえだろっていう性能になってんだよ。50倍か強化2つ持ってて、悪魔キラー、悪魔キラー、回復キラー、回復キラー。なんじゃこりゃと。これはね、交換できないから、ガチャを頑張って引くしかないんだよ。これちょっと頑張りたい枠ですね。ガチャで当てたい枠ですね。で、スクルトちょっとこのね、スキルいるかって思うんだけど、まあ4ターンで打てますから、劣化とかのね、上書きエンハンスとしては優秀なんじゃないのかなと思います。あとは、闇リーチェがね、ついに武器化しましたが、なんかパッとしないこれも。指針もだってね、チーリンドラゴン次第ではありますけど、同じような性能ですからね。もう一個ぐらいなんかつけてやってもよかったんじゃないのかなって思います、これは。ってな感じですかね。ゴールデンウィークイベントはなんかね、またね、あれですよ。極連が来るみたいですよ。そんな話を聞きましたけど。あ、これですね。なんでみんなゴールデンウィークは引きこもってパズドラしようぜっていうことです。とにかくイベントが盛りだくさん。集会もガチャも。で、このガチャのラインナップに指針が入ってるんで、ここでね、その武器分確保してチーリンドラゴンを探しに行くっていうのもありかもしれません。全然この辺なら多分出るんで。まあ、この量だからちょっと1点狙い難しいかもしれませんけど、指針なら全然狙えなくないと思います。100回ありゃ出るやろ、誰か。100回あればさすがに動くやろ、この辺もね。はい。ってことで、あさってを楽しみに待ちましょう。以上、ナッチでございました。バイバイ。